はようございます。おはようございます。カメラ、ジュンです。ハノミです。ジェイです。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、千葉県のグレンオークスカントリークラブに来ております。今回はほのみちゃんとちえちゃんにリンゴルフアレンジマッチプレー対決をしていただきたいと思います。前半は練習ラウンド、あと2人のこといろいろ聞いていきたいと思うんですけども、後半は賞金をかけた対決をしていただきたいと思います。ちえちゃんは前に、はい、ほのちゃんです。あ、ほのちゃんとね、いつ何で出たんですか。なんかただラウンドしてた、うん、ただラウンドしてたなるほどね、まあ、今日も前半はただラウンドしていただくんですが、お久しぶりの登場ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。すごいいいね、赤コン赤コンでいいです、いい感じです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はニュードライバー、うん、初おろしです。タイトリスト、あ、変えたんだ。この間めっちゃいいってなかったっけ、あのドライバー。変えてみました。変えててみたあ、でもタイトリストがどうのこうのって言ってたもんね、後ろで。今タイトリストめっちゃ飛ぶって聞いて、うん、それ新しいの。新しい TSI2、うん、へー、飛ぶんだ。めっちゃ飛ぶらしいですよ。なんかタイトリスト重いイメージなんだけど。重いんですか。重いなんかヘッドが重いんですよ。しかもなんか PS2、うん、あ、1、2、3ってあるんですよ。うんうん、2がなんかヘッドがでかい。へえ。じゃあちょっと大きいんだ。大きいんですか。これなんか大きくない。ほら、大きい。ちえちゃんは何使ってんですか。ローグです。あ、ローグ。友達の借りたまんまパクってます。あ、借りパク、はい、やばいちょっと見せてください、ヘッド、はい、ローグ、キャロウェイローグですね。なるほどね。お願いします。あっと、あっちは木邪魔になっちゃうかもしれない。そこまで曲がってない。そうだね意外となんか捕まる系なの。なんか今捕まりましたね。うん、お願いします。お願いします。しょー、うん、これ言っていいんですか、タイちゃんで。あ、言っていいよ、だってもう終わってるからこれ。あ、そこの間タイちゃんが左に曲げたやつですよね。そう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 、タイちゃんがカコンカコンカコン。しかも前回はこっち側が勝負の対決の方だったもんね。あ、確かに。こっちの方が難しいのかな、わかんないけど。115ヤードです。はい、何番。9番。うん、いいね。お、おやばいナイス、ありがとうございます。前回勝ってるから気合入っちゃいますね。気合入っちゃいますね。ちえちゃん何ヤード何番ですか。108ヤード、9番です。はい、ちょっと大きかった。大きかったです。まあ、前半で調整してください。はい。頑張ります。頑張って。うん。ナイス。ナイスパー。めっちゃ重くない？めっちゃ重い。やばいよね。
9.0 って書いてあったけどね。ありがとうございます。雨降って 8.5 ぐらいになってる。めっちゃ重かった。重かった。しすぎたかなと思った。全然ないっすそういうクラブなのかな。変えたんですね。言ってたよね。ちょっとこう捕まりした。あ、今変えたの。そうそうそう。じゃあもう本社のせいじゃんそれ。引っかかってんの。うん。すごいなんか流し打ちみたいな。よく言われる。言われないです。あ、言われない。なんか振ったり振ってる感ないね。うん、ない。流し打ちみたいな打ち方するね。振ってるつもりですよ。頑張ってる。素人のあのコメントなんで許してね。流し打ちみたい。なんか流し打ちって何ですか。なんかパーンみたいな。パーン。なんて言うんだろう。視聴者さんならきっと分かってくると思う。流し打ちっぽいって。はい、すいませんでした。やっぱりこういう時はアイアン。どうせ行かないですね。それなんだっけ。フェアウェイ。うん。ああ、ラフまで行っちゃいました。はい、狙いますか。はい、159ヤード。何番。5番アイアン。薄い。流し打ち。ダメだね。ラフですか今のは。薄かったのはラフのせい。やっぱり自分のせい。あ、自分のせい。関係ない。これ下ってますよね。なんかあっち側に、うん、ちょっと見てない。何ヤード。48。何番。58です。はい。良さそう。でかいかな。どう。ちょっとでかい気がしてる。でかいよ。てーちゃん、バンカーのコツはありますか。ここちょっと距離があるんで、普通のなんかアプローチみたいな感じの予定です。はい。過ぎました。うん。お前。ナイスアプローチ。ナイスパー。ナイスバット。ちえちゃんのクラブセッティングを教えてもらっていいですか。はい。ドライバーはなんだっけ。ローグです。ローグ、はい。で、3番ウッド。はい。それはピンの、うん、めっちゃ古いやつ。へぇ。 G です。 G で一緒。あとは5番ウッドも一緒で、うん、
ユーティリティは4がなんだろう G、うん、で G ってうるさノン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 3番アットは、はい、3番アットじゃないよ G ちょこれユーティリティなんですけど G400 です。あ G400 ピンので5番ヤンからピッチングがミステリーで、うん、ミステリー58と52がピンです。ピンです。はい、わかりました。パターはスコッティキャラですか、はい、ありがとうございます。はい、ドライバーで打ったよね、この間。いや、この間スプーンでした。あ、そうだっけ。ドライバー行くか。よいしょ。よいしょ。めっちゃいいじゃん。ナイス。いい。うん、ナイス。今どっちで打ったの？タイトリスト。タイトリスト。後半までにどっちかに決めないとですよ。そうなんですおー、ナイスショー。今のは流し打ちではありませんでした今振りましたよね。ちょっと頑張りました。そうですよねナイスショットです。ありがとうございます。テスト、うん、2時同じ予選だったんですよ。あ、そうなんだ。でも8月のやつの話してんの。そうです。あ、8月も1時、2時は一緒なんですよ。あ、そうなんだ。へー。で、まだどこにしようかなみたいな感じ。あ、もう1時は決まって。あ、決まってるんだ。2時は、まあ、受かってから。うんうん、あれですね、選択順に。そうそう。へえ。1時はどこに行くの。三浦です。ゆうちゃんは富岡です。あ、富岡。ははほのちゃんはいつもちょっと違うとこに行くんだね。いや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 、だいたいみんな三浦ですよね。え、でも富岡の方が多いですかね。さえちゃんも富岡。そうだよね、言ってたよね、うん、富岡狭いんですよ。狭いのか。広い方がいいんだ、ほのちゃん。三浦は広いけど結構あるんですよ、距離。あ、でもね、みんな距離があるの一緒だもんね。狭いのは結構辛くないですか。でもなんか前回の風の話聞いちゃうといけない。あ、そう、いつら風やばいんですよ近いからやだね。目もあるんでしょ、だって目もあります。大変じゃん。でも、もう何十回も行ったから、うん、大体はわかる。本当だ、雨来た。これは対決も大変そうだな一言一言すぎませんか。うん、よいしょ。あー、オーバーした。でも、いいストレートボール。このバレ、あー、大丈夫か。なんかやばい気がするやばいですね。やばい？まだ大丈夫。ラフって嫌い。ラフがね、濡れてるしね、地づらい。難しいですね。うん。うん、重い。
うん、耐えてる。後半耐えなし。後半も耐えますよ。太鼓？太鼓です。太鼓です。